はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズの時間です。はい、じゃあですね、今日はですね、椅子使っていきます。ちょっと角度がいつもとカメラ違いますけど、椅子に腰掛けます。はい、で、体の横、ここら辺ですね。体の横から後ろの運動です。はい、椅子に腰掛けて、で、足広く開いて安定するように。で、姿勢を正します。まっすぐ。で、手を前でクロス。はい、でそこからさっきの体の後ろから横あたりを使ってぐっと縮めます。横にぐっと縮める、ぐっと縮める、反対だとこんな感じ、横にぐっと縮める、ぐっと縮める、真横っていう形でやっていきます。エアーだとこんな感じですね。よいしょ、ほい、横、ここを縮めます。ぐっグッという形でやっていきます。はい、じゃあですね、5回やっていきましょう。ちょっと角度あえて横の角度で見ていきますね。じゃあ一緒に5回、どっちからでも大丈夫なのでやってみましょう。姿勢正して足を開いて、はい、いきます。せーの、1、2、3、4、5。オッケー、反対側、反対側、反対側、いきます、いきます、せーの、1、2、3、ちょっと角度、4、5。はい、オッケー。はい、足安定させて、安定させてやっていきましょう。広く開いて、はい、では体の横の運動になっていきます。ここは意外と筋肉使わないので、人によっては5回やっただけでもちょっと使った感とかちょっときついな感はあると思います。それぐらい普段ここは開いたり閉じたりしてない筋肉ですね。でもここが開き閉じをすると体をしっかり、コアをしっかり使えるっていうのがあるので、とても大事な場所になります。たまに伸ばしたり閉じたりしてあげるといいのもありかなとは思います。はい、今日は雨かな。はい、ではチャンネル登録お願いします。今の5回を2セット朝晩やってみましょう。左右ですね。はい、ではバイバイ。